race in a stock car. はい、まず一番分かりやすいのはオーバル用だとスタッカーと言われる右側の、タイヤの方が径がでかくて左側の方が小さく、まあ、手を離すと左に曲がっていくのがオーバルセットですけど、ナスカー特有の左右対称になってます、まあ、これがまず分かりやすい一番分かりやすい、ロードコースのセットですね。ブレーキなんかもちょっと大きかったりします。我々は日本のプロジェクトミューさんのブレーキパッド使ってます。であとシフターがですね H パターンの4速なんですけども、シフトアップもシフトダウンも、まあ、アクセルで回転合わせるだけで、まあ、シーケンシャルのような機構になってますね。注目すべき点はここです。去年2020年は、まあ、コロナの影響で、ソノマロードコースなかったんですけど、その前の年に、まあ、だから前回ですね、前回のソノマはこの車に、カップのドライバーノア・グラッグさんというドライバーが乗って優勝している車なので、まあ、優勝正しい車ですね、まあ、それぐらい、素晴らしい車に出来上がっていると思います。